みつこさん。はい、何ですかお母さん。あなた最後にお掃除したのいつなの。もうでも先週の土曜日しました。お掃除は毎日やらないと。でもしかもね、お掃除の仕方なんだけど、壁のほら隅っこまでやらないと、丸く掃除してたら壁のところゴミ溜まっちゃうじゃない。もう全然見えないです。お母さん、私こういうのが一番嫌なのよ。もうお母さん不安で、ご実家のお母様何を教えてらっしゃったのかしらね。もう何普段何も見えないって言ってるのに、こんなの見えるんですね。見えるし聞こえるのよ私は。そうですね。でこの間ほら、ね、うん、お友達のさゆりさんと私のこと言ってたでしょ。え、お味噌汁の塩分ちょっとずつ強くしてるって言ってたよね。私聞いてたよ。あ、でもお母さんが美味しいって言うから、別にお母さんに早く、あれ聞いたから、私水混ぜて飲んでるの、お味噌汁は。あ、本当ですか。お母さんとお父さんのためを思ってこれが美味しいのかなと思って。いや、私もこれは私のお姑さんにやったからよくわかるの。だいたい嫁はやるから、こういうの。だってお母さんほらよく私が作る料理に、口出してくるじゃないですか。だからね、味がどうだとか、うちはこうじゃなかったとか、あんたねって旦那の気持ちにもなりなさいって、私のてっちゃんはこんな味嫌いよとか言うじゃないですか。そうね、てっちゃんはだって私の料理で育ったわけだから。私の旦那なので。でもてっちゃんはさ、本当に心が優しい子だから、小さい頃からそうなのよ。母さん大丈夫、思うもの持ってない、私が、あ、自分が持ってあげるよっつって、いつもこんな優しい気遣いすること、あんたにも言えないのよ、思ってても。だから私が代わりに言ってんじゃん。お母さん優しいじゃないよ、何も言わないで黙ってるだけだよ、てっちゃん。てっちゃん、どういう意味黙ってるだけって。お母さんの育て方がおかしいのかなと思って、もう聞きます。もう3年間我慢してきたから。お黙り、言わせて。お黙り、何言ってるんだ。育て方には私一番自信持ってやってるんだよ。こっちはどんなに悩んでから、一生懸命本性を隠してから頑張ってきてるのに、お父さんこれが好きかな、お父さんこれが好きかなとか、どんだけ大変なことか知らんから10本増えた。やるせろや、みつこさん。やるってあんた、もう信じられない。あんたもうちょっと旦那ぐらいうちのこと守ってくれるかなと思ったら、お母さんとの同居が決まりました。てっちゃんはいつも私の味方なの。もう一番だから約結婚しただろって話よ。次男嫁だからお母さんたちの面倒は見切れないかなって。同居だからお家は差し上げますって言ってるでしょ、みちこさん。こんなお家いりません。ちょっと考えさせてもらいりません。別荘も、じゃあもうちょっと考えさせてもらっていいですか、みちこさん。別荘だけは欲しい。そんな話はないわ。こんな辛い味噌汁食べさせられて、こんな辛い。あんたが長生きしそうだから。どうすればいいかなって、どんなにこだわってるから、内地から取り寄せてるからね。そうね、あんたも頑張ってはいるわ、みちこさん。私ちょっと思い出した、私もお姑さんとこうやってよくぶつかったもの。私の頃は、あんたはまあ今元やるんだけど、私の頃はスケバンって言ってたんだけどね。私も元スケバンだったから。仲間。そうよ、南部連合張ってたから私、女子部で。あ、中部だからでしょ。うん、だから聞いてごらん、あんたの先輩たち世代に。あ、でも聞いたことある。南部連合の妙子って言ったらわかるから。聞いたことある。そういうことだから。ファンキーモンキーチンパンジーの。そうよ、ファンキーモンキーチンパンジーの刺繍入れてたの、アタックスタイコでございます。死んじゃう。そうなのよ、だからもうついていく。だからそういうことだから、今回仲良くやりましょう。あ、なんか仲良くいけそうだね。お味噌汁ちょっと塩分減らしてね。減らす減らす。お父さんのがいいから、そのままで。あ、分かった、お父さんのだけね。怖い、マリさんのヤンキー。できてた？できてたところじゃない。できすぎてた。ジャイエジャイエジャイエ。ピンタロさんが教えてくれた。三田よしこ様が教えてくれた。そうだ、ピンタロさん教えてくれた、三田よしこ様がダブルの悲劇で教えてくれた。はい、まどろっこしいです。はい、うまくいきました、嫁シュート。